日本維新の会は今日、大阪市内で開いた臨時党大会で代表選挙の投開票を行い、馬場伸幸共同代表を新代表に選出しました。松井一郎前代表が来年春に政界を引退することを表明し、結党以来初めてとなった代表選には、足立康国会議員団政務調査会長と馬場伸幸共同代表、それに梅村みずほ参議院議員が立候補していました。今日、所属議員と一般の党員による投票が行われ、その結果、馬場共同代表が2人を大差で破り、新代表に選出されました。日本維新の会を自民党と対峙ができる、そういう政党に大きく育てていきたいというふうに思います。馬場新代表は大阪府知事の吉村博文副代表を党ナンバー2の共同代表に指名すると表明しています。